下腹が気になる。だけどお尻も気になる。そういった方におすすめな、たったの10回で2度美味しいエクササイズを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今までにない画期的で簡単なエクササイズを知ることができます。最後までバッチリやっていきましょう。皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、気になるお尻と気になる下腹、これを同時に解消することができるニーツイストスラスト、ちょっと名前がね覚えにくいんですけども、自重で簡単に行えますので、ぜひね最後までやり方を聞いてもらって一緒にやってもらえたらと思います。まず下腹が出る原因のほとんどがですね、反り腰が関係してるんですけども、この反り腰の根本からするとお尻を締める力が弱っているっていうところに多く原因があります。例えばですけど、お尻の力を抜いてお尻を後ろに少し出してみてください。そうすると必ずお腹が出ます。ですがこのお尻を締めながらお尻の筋肉も締めると、お腹というのは引っ込んで骨盤が立ちます。こういった姿勢を常に保つことが大切です。ですので、お腹を引っ込めるポイントとしては、姿勢というのがとても重要になります。で、この今回、お尻とウエスト、同時に鍛えることで、よりお尻を締める感覚、骨盤を立てる感覚、お腹をへこましておく姿勢というのがつかめてきます。必ず最後まで見て一緒にやっていきましょう。それでは説明します。はい、まずですね、軽くあぐらを組んでください。足はどちらかを前にしてください。そしたら、前足に出ている足はそのままで、後ろ足をですね、外に開きます。この状態で、体を持ち上げるんですけども、この持ち上げる際に、お尻を締める、お尻の筋肉を動かすっていう感覚が身につきます。通常、正座した状態からお尻を上げると、簡単にお尻が上がって、お尻に効いた感じしないと思います。それはなぜかというと、地面を蹴る動きでお尻を持ち上げてます。なので、膝から下の力でお尻を上げてしまって、お尻に効かないんです。要するに、さっきのこの姿勢で、すねが下に向いてないので、地面を蹴るっていう動きができなくなります。なので、お尻を持ち上げることが難しくなるので、お尻の力でお尻を上げるっていうことができて、お尻が鍛えられます。反対も一緒です。普通にあぐらを組んで、内側の足を外に回して、これでお尻を持ち上げる。前足の方のお尻にしっかり効きます。この時に、今度ツイストを入れて、くびれを作っていきます。後ろにやっている足首を軽く手で持ちます。これお尻を上げた際に、持っている手の方を、こういう感じで見ます。そうすることで、お尻を使って持ち上げながら、足首を持っている手を見ることで、ウエストを伸ばして、こっちのウエストを締める。ということで、お尻を鍛えながら同時にウエストを鍛えることができます。これを一緒に左右5回ずつやっていきましょう。で、このお尻を使う前に、まずお尻のストレッチを先に入れましょう。片足ももの上に乗せて、寝っ転がります。手を伸ばしてすねを持ちます。この状態で足を引き寄せます。5秒間。1、2、3、4、5。反対もいきましょう。間に手を突っ込んで、すねを持ちます。引き寄せます。1、2、3、4、5。OK です。はい、じゃあそれでは、ニーツイストスラストを一緒に5回ずつやっていきましょう。では、まず、左足前から行っていきましょう。あぐらを組んで、内側の足を外に回して、右手で右の足首を持って、
お尻を上げながら手を回して伸ばします。上がるときに手の力で上がってしまうとお尻の効きが悪いので、足首を持ってるんですけども軽く添えるぐらいにしてください。それではお尻を効かしていきます。5回いきます。1 2 3 4 5。反対です。あぐらを組んで内側の足を外に回して足首を持ちます。それではいきましょう。OK です。お疲れ様でした。今みたいにお尻とウエストを同時に鍛えるっていうのはとても効率的です。ですが効いてる部分が増えれば増えるほど効いてる部分っていうのが分かりにくくなってしまうので、もしお尻にあんまり効かなかったよって方は手は腰に置いてからやってみてください。そうすると前足側のお尻がしっかり効いてる感じします。これでお尻をしっかり締める、ウエストを伸ばす、反対のウエストは縮めるっていうことができてますので、とてもお尻とウエスト下腹に効果的に行えます。お尻締める力がですね、初めに言いましたけどもつくと骨盤が立ちますので、自然と下腹が引っ込んだ姿勢になったり、あとは痩せ型の人っていうのは結構活かす、内臓活かす、そういったパターンが多いので、全然体脂肪低いし太ってないのにおへそのとこだけぽっこり出てるよっていう方は、お尻を締める力、骨盤を立てる力が弱いっていう証拠ですから、今回みたいにやってください。ということで今回は下腹とお尻、ウエストに効くミニツイストスラストの紹介でした。やってみたかった、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも効果的なエクササイズを紹介していきますので、登録されてない方はよかったら登録の方もしておいてください。そして説明欄に各種 SNS のリンク貼ってます。最近 Twitter と Instagram も始めました。そっちの方では簡潔に動画をまとめてます。ですのでそっちの方もよかったらフォローしておいてください。ご視聴ありがとうございました。